小学何年生？4年生、5年生ね、ルイ君って男の子がね、作ってくれた家具です。で、私がサイズ間違えちゃってね、サイズが合わなくて、で、少しパパが切ってくれたのかな。そう、すいません。数字が苦手で、で塗ってきます。はけ。かんちゃんそれ塗ったんですけど。ててあ、もう乾いたんかな。かんちゃんが邪魔してきます。今日も仕事ができなくて楽しいです。かんちゃんお休みです。ラッキーボーイ。あっちよ、それ。一度塗り、この感じ、二度、三度塗りぐらいまでするかな。木をね、ペンキってよりも染める染め剤です。防虫、防腐、防カビ。うちの全部木はこれで塗ってます。コーヒー屋さんからもらったコーヒーの柄、よいしょ、乾燥させて綺麗に塗っています。うぇーい、ほらほら、あげるあげる、よいしょ、だだだ、ペロマンしてごらん。おいしい。あ、じゃあクミちゃんありがとうって。クミちゃんありがとう。あれ、クミちゃん、クミちゃんありがとう。よかったね。棚はこんな感じになりました。とってもいい感じ。いいね。ちょっとだけ台所をちらみ。この棒は心さんが拾ってきてくれた棒。ありがとう、棚作ってくれて。小学生が棚作ってくれました。すごいね。お父さんがこういうお仕事もできたり、ありがとう。